そして香川選手、矢原選手でございます。選手の冗談もありますけど、ちょっと井原選手の方が技早かったですね。そうですね。今の突きは惜しいですね、井原選手の突きは。まあここまでは全く圧倒的に井原選手の方が有利ですね。はい、井原選手の技かける出会いを狙って今の技効きましたね。両雄譲らず延長戦ということになりました。これ井原選手は私惜しいと思いますね。はい、まあ、本当になって言いますか、勝負だけにこだわったらですね、はい、さっき技ありを取った段階で、はい、少しこう懐をこの固めてですね、はい、少しこう守る体勢に入っていけば、はい、私は勝ったんじゃないかと思いますけれども、はいはい、貴重なあれは技ありでした、はい、しかしまあそこがやっぱり井原選手の積極性って言いますか、はい、なおかつそういうことを度外してですね、はい、技を十分に駆使して全力を発揮するところにですね、はい、私井原選手のいいところがあると思いますね、はい。